名古屋エイト体操。一人で体操。最近すっかり運動不足でも、会社までウォーキングなんて絶対無理。はあ。マッチョな肉体美とまでは言わないけど、丈夫な足腰欲しいな。はあ。席を譲られるほどの年じゃない。でも本当は座りたいな。微妙な年頃、50代。あ、筋トレできるかも。一人で体操、通勤編。電車内で座るときは少し浅めに座ります。つま先とかかとの上げ下ろしを交互に1回ずつ、合わせて10回行います。ふくらはぎの筋肉は第二の心臓とも呼ばれ、動かすことで血行を促進します。この運動は悪くなりがちなふくらはぎの血行を促進する効果があります。両腕を90度に曲げ、手のひらを重ねます。互いに押し合い、全力を入れ7秒間保持します。手の上下を入れ替えて互いに押し合います。これを交互に3回ずつ行います。この体操には肘につく筋肉を強化して肘痛を防ぐ効果があります。肘関節の痛みは特に中年から起きやすくなります。肘関節を覆う筋肉を鍛えましょう。一方の膝に両手を置き、手を置いた方の足を少し上に上げます。頭の位置ができるだけ高くなるような姿勢で、両手と膝を互いに押し合い、全力を入れ7秒間保持します。これを左右入れ替えながら3回ずつ行います。股関節を曲げる筋力は姿勢が良い方が強くなります。背筋を伸ばして行うと効果的です。これによりつまずいて転倒することを予防できます。膝を軽く広げ、両足首を交差します。頭の位置ができるだけ高くなるような姿勢で、前後に押し合い、全力を入れ7秒間保持します。これを左右入れ替えながら3回ずつ行います。これは膝のほか足全体を鍛える体操です。脚力の衰えを防ぐことは膝痛予防にもつながります。座ってできる安全な脚力トレーニングです。これも背筋を伸ばして行ってください。両膝の間に拳を挟み、頭の位置ができるだけ高くなるような姿勢で7秒間全力で強く拳を挟みます。これを3回繰り返します。背筋を伸ばした方が強く拳を挟めるので、トレーニングの効果が上がります。姿勢を安定させ、両足を肩幅くらいに開きます。
頭の位置ができるだけ高くなるような姿勢で、両膝を軽く曲げて内側に全力で絞り込みます。7秒間力を入れ続けたら休みを置き、これを3回繰り返します。太ももの内側の筋肉を引き締めるためには、両膝を押し合う運動や両膝を内側に絞り込む運動が有効です。姿勢を安定させ、体重をつま先にかけるように立ちます。頭の位置ができるだけ高くなるようにして、お尻の両側の筋肉を強く寄せて、その姿勢を7秒間保持します。これを3回繰り返します。お尻の筋肉は立ち上がりなどで非常によく使われる筋肉です。お尻の筋肉を鍛えるには、かかとをつける、つま先を横に広げる、そして骨盤を少し前に出すようにして立ちましょう。通勤中にシェイプアップできる歩き方です。実際に歩く前に体幹の軸を作りましょう。膝を曲げて骨盤の重心を10センチほど下げた状態で体幹を垂直に保ち、重心が上下左右に揺れないように10歩歩きます。体幹をしっかり固定して軸を作りましょう。体幹を固める能力はインナーマッスルの働きによります。インナーマッスルはコルセットのような働きがあり、腰痛に効果があります。基本形で体幹に軸ができたら、膝を伸ばして左右のお尻を寄せ、頭の位置ができるだけ高くなるように胸を張って歩きます。体幹の軸ができると腰痛に効果があります。また姿勢が良くなり、ヒップアップやウエストの減少も期待できます。モデルさんのように常にこのような歩き方を心がけてください。